日本国民の皆さんおはようございます。増税クソメガネです。ベーシックして減税しろ妹のフランドールです。しっかりと社会にメス入れるビビ実況界唯一無二の頭いい系実況者をアピールしたとこで、最高に頭悪そうなにわか政治批判。イヤー5シーズン2実装から1週間経ったわけですが、ぼっち勢のみんなも増税のラインカージョンに来まくってるんやろ。ただのラだとやっぱまだクリア率低い印象ありますね。増税の部分突っ込んで、くっそめんどい。まあ身内パーティーや慣れた人なら、すでに余裕で周回できてると思いますが、やっぱ野良だとまだクリアが安定しない印象ありますね。火力重視のコンテンツなんで、全体的にチーム火力が足りない場合が多い印象。そこで今回はインカージョン用に、火力と回復支援を両立したビルド考えてきましたので安心してほしい。あとその前に、野良でインカージョン行くときは、グローバル設定をノーマルにするのがいいらしい。どうやらパーティーリーダーのグローバル難易度によって、おしどり夫婦の砂垂れの硬さが違うらしいっすね。砂垂れ処理は地味にきついんで、野良参加時はグローバル難易度ノーマル推奨。じゃ本題の回復支援兼 DPS のハイブリビルド紹介始まっていくぞー。使うのはもちろん最強火力ギアセット、ストライカーバトルギア。ただし支援もするんで、コア特性はすべて黄色に再調整済み。今回はマスク、ニーパッド、上着、リュックの4箇所使用。ここで疑問なんですが、ストライカー4セットとハエ黄色マシマシにして、本当にインカージョンで火力足りるんすかね？それを信じたらええだけの話やろがい。もうちょい理論的な解説しろ。今回上着とリュックの固有タレントを両方発動させてるんで、黄色5、青1のコア特性配分でもしっかりと高火力出せます。上着タレントのプレス&アドバンテージで、スタック数上限が2倍の200まで増加。リュックのリスクマネジメントで、武器ダメ増加量が1スタックにつき1パー増えるんで、最大200%の武器ダメバフがかかるバケモン火力、やばい。ホルスターには定番のピカロズつけて、さらに武器ダメ 15% アウプ。支援性能の要には、エキゾの BTS 流データグローブ。回復ハイブのクール短縮はもちろん、ハイブはリレのオーバーチャージが一番の目玉。スキルクラス6にしてあるんで、オーバーチャージ効果は味方全員にも適用されます。こいつで味方リバイバーハイブのクールをリセットさせるのが、事故りやすいインカージョンだと超重要。むしろ回復薬よりも、オーバークロックでの蘇生ハイブリセットがかりな面強いんよ。メイン武器は、スキルマンといったらこのコンデンサー。固有タレントキャパシタンスのバフで、スキルクラス6だと実質赤コア3の火力がプラスされるんで、黄色森ストライカービルドには最適解のエキゾ AR。ただマガジン弾数が41発という大きな欠点があるんで、ストライカーのバフ溜まりにくいのがネック。そこでサブには定番のバフ溜めフルオートシャッターン、ロックンロールを完備。今回ストライカー上着も採用して、バフの最大値が200まであるんで、こいつでの爆速スタック稼ぎは必須クラス。しかしロックンロールは DZ ドロップネームドなんで、ダークゾーン行かない人にはネームドキャッシュから引き当てるしかない茨の道。そういう人には通常版の ACS12 でも全く問題ないんで、お好きな方をご用意ください。スペシャリゼーションはいつものテクニシャンで、スキルクラスプラス1。メインとなる回復スキルは、もちろんリストアラーハイブを選択。BTS 流グローブの効果で、ハイブの補充速度は爆速の1秒台。今回装備モッドにも、スキルヘイストとスキル修復を1つずつはめてるんで、若干性能は底上げされてます。ただそれでも回復量は一発21万と、支援回復ビルドとしては見劣りする性能大丈夫なんかこれ。体感インカージョンは、そこまで回復必要ないと思うんで、こんくらいでいいやろの精神。でもう1枠には、基本は半盾がおすすめ。青1しか持ってないんで、防御面が不安な本ビルドではスキルクラス6の盾は頼もしい存在。ただこちらはステージに応じて、臨機応変に交換してこ。最後は恒例のステータスチェック。武器ダメ11万3000とスキルマンにしては高水準ながら、クリ率とクリダメは DPS としては見劣りするレベル。とハイエドウとリュック含めた4セットストライカーのバフが乗れば、そんな心配も吹っ飛びますんで見とけよ見とけよ。リロ速も 1.6 秒と、地味に快適。防御面はアーマー91万と、非常にペライのがこのビルド最大の難点。ここはスキルクラス6の半盾と回復ハイブで、なんとかカバーするっけない。じゃ実戦行く前に、その火力のほどをヒロイック射撃場で検証。標的は名前付きにしてあります。手順としては初手ロックンロールでバフスタック貯めてから、コンデンサーに持ち替えてひたすら標的を攻撃。
ACS12 の爆速射撃なら、ワンマガで200スタックも簡単に稼げますね。そっからゆっくり持ち替えても、バフスタックはほぼキープできます。黄色6のスキルマンで同打ちクリティカル70万超えるとか頭おかしいやろ。ヒロイックソロのネーム度がワンマガで解けるくらいの馬鹿力あるんで、これは DPS 職を名乗っても許されるレベル。チナヘッショだと100万弱くらい出ます。インカージョンだと割と近距離のボスにヘッショ叩き込むチャンスも多いんで、どんどん狙ってこ。ってな感じの支援のふりした DPS ビルドで、異次元の増税アタック行ってみましょう。日本国民が滅んでしまいます。今回はわしがパーティーリーダーで、野良4人集まってのスタートよろしくお願いします。パーティーリーダーの責任を果たしていただこう。今回ちらっと皆さんのビルドを覗かせていただきましたが、ガチ支援、DPS、謎の青森と、非常にバランスの取れたパーティー構成となっております。おお、ノラインカージョンの醍醐味を楽しめる非常に興味深い構成ですね、マックス・オブラート。ただこれ意外とやれる構成だったんで、ノラパーティーとしてはかなり悪くないメンツでした。実質お姉様も DPS ビルドなんで、火力2人いればなんとかなる。ビルドは各人のこだわりもあるんで自由でいいと思いますが、ギミックは予習してきてほしいってのはあります。ボスの倒し方わからないと、クリア自体が難しいですから。ここで第1ステージのタレットの攻撃を封じるため、ハンタテを AMP 粘爆に交換。スキルクラス6なんで、どのスキルも臨機応変に使えるのが、このビルドの特徴の一つ。ウォッシ、タレットはジャミングしたんで、あとは味方に任せましょう。回復配布も置いておいたんで、迫撃砲によるダメージもリカバリーしてます。おかわり粘爆でサイドタレット封じつつ、味方の燃料タンク破壊を信じて待機。反対側はすでに味方が壊してくれたみたいですよ。オッケー、こっち側も破壊成功で、非常に順調なスタート。第1ステージも野良だと手こずるパターンは多いんで、これは期待できるようメンバー。第2ステージはハンタテに戻して、DPS 役としての本領発揮。今回のメンツだと、お姉様には火力役が求められるんで、ガンガン攻撃していきましょう。味方さんのボーナスアーマー付与と回復がめっちゃありがてー。やっぱガチ支援役が一人いてくれると、こっちも安心してアタッカーできますね。正直エセ支援ビルドなんで、純支援ビルドの人と組んでも火力不足にならないのは、野良向きな性能よね。回復が足りてないパーティーだったら、盾を回復ケミランに変えて支援戦に徹するのも可能。ラストのサプライズタンクも、ゴリ押し火力で押し返して無事クリア。回復配布を置いて支援もできてるんで、ハイブリッドビルドをフルに活かせてますね。まあここまでは野良でもクリア率は高いエリア。鬼門はこの第3エリアのライト戦からですんで。ここのギミックが野良だとかなりキビいんで、クリア率が急激に落ちる印象。あちょ、やめてください死んでしまいます。やっぱペラ装甲なんで、一回捕まるとダウン必須レベルなのが弱点。しかし青森さんが蘇生配布を置いてくれる優しい世界あざます。野良だと協力的な人はありがたい存在。使わせた蘇生配布は、オーバークロック発動でしっかりとお返し補充しときますね。味方が蘇生配布使ったら、配布割りで即時配布補充するのが非常に強力。このための BTS 流グローブ。しかし剣闘虚しく全滅終了。クソが。どんまい次行こ。2回目も黄色森とは思えない圧倒的瞬間火力で、雑魚敵処理でパーティーに貢献。野良だと火力不足でこの雑魚処理が遅れて、まともにギミックできないのがこのステージの失敗要因だと思う。やっぱ瞬間火力があるチームだと雑魚処理も、ライトのアーマー削りも早いんで、時間的余裕が生まれるんすよね。結果ライトをスプリンクラー消化するギミックもやりやすくなるんで、クリア率も高くなる。インカージョンはまさに、火力こそ正義な構造なのよ。時間制限も多いんで、火力ゴリ押しが求められるコンテンツですね。なんやかんやでライトが怒りモードに突入。これはもう残り時間も少ない。おおお、ぶちまけろ。冬オートシャッター連射。ACS12 でも高 DPS 叩き出せますね。しかし最後はコンデンサーにスイッチして、ダメ押し効果力でフィニッシュです。やったぜ。第3ステージも2回目で突破するのは、野良でもかなり優秀ですよ。残りのモブも片付けて、いよいよラストの押し取りステージへ突入やで。
初動は回復ハイブを適当に投げて、しっかりと支援役を全う。あとはモブ狩りを優先しつつ、ドローンのキッズ破壊を狙ってこ。ノラカージュンでは、常に湧いてくる雑魚敵を優先的に倒した方が安定するので、ここでも雑魚処理してっからギミックに集中する流れ。今回も黄色森ストライカーの瞬間火力が輝く。しっかり火力出ていいぞこれ。オッケー、ドローン破壊した。あとは中央で砂の方を集中攻撃。ここでとっておきのおばちゃ発動。え、なんでなん。さらに毒ケミ全弾ぶっぱで、これが Y の最終奥義、毒沼恵美子のおしゃべりクッキングや。こいつ吉本に消されるぞ。はぁはっはっは、おぶつは塩素消毒剤。クリーナーズよりクリーナーズなエージェント。ごめん、毒自爆死ねばいいのに。もう死んでます。おばちゃ毒ケミの範囲が思ったより広すぎたな。そもそも毒ケミ撃つより普通に銃器攻撃した方が火力出るのでは？理論かっこ悪い。もともとこれやりたくてこのビルド作ったまである。おかげで全滅しとるんですがガガ。再チャレンジするもまたもや旦那砂倒せず。ここに来てチーム火力が足りない問題出てしまいましたね。味方メンバー入れ替えあってっからの、3度目のチャレンジ1年生。今度こそガチ火力出してくださいね。お任せください。今回はおばちゃクールタイム中なので毒自爆の心配ありません。おしゃべりクッキングは堅くなにやめない鋼の石。毒ケミの可能性を信じろ。ただ今回は新しく入ってきた人がガチな赤森ストライカービルドだったんで、チーム火力もマシマシになってますんで。おらおらおら、これが毒ケミの真の力やぞ。もうとっくに毒ケミ消えてます。最後は毒ケミさんの意思を受け継いだ。重機火力ゴリ押し戦法で純粋撃破やったぜ。純粋な重機火力だけで倒せました。やっぱストライカーって強いんやなって。残ったマルチネスの方もロックンロールでしっかり処理しました。ほんじゃビルドの総評に行きましょう。スキルクラス6ながら圧倒的重機火力で DPS 役もこなせるハイブリッドビルド。アーティフィサーハイブとオーバーチャージで支援もある程度こなせるので、パーティー構成が不安定なノラインカージュンでも回復役と火力役を両立できる対応力の高いおすすめビルドです。難点は装甲の薄さと、リバイバーハイブを持てないので自力復帰できない点。その辺は自身の立ち回りと、硬い半盾も持てるんで、ある程度カバーできると思いますので。野良でのビルドに迷ってる方は、一度お試しいただきたい。おっし、ほんじゃ今週のクレート開けようぜ。あれ、リセットされてないんすけど。インカージュンのクレートリセットは、キャラごとに1週間待たないとダメらしいですよ。それを先に言ってくれ。ってことで皆さんも良きノラカージュンライフを。また次回。